これは英雄の物語。獣に襲われし、木の葉を救った英雄の まさに命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。ここはやらせない。飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いね。朽ちることのない真実の物語。序章、九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだ、あの術は。やつは、一体。里も気になる。だが、あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。先
戦闘開始。キュービを操るほどの力を持ち、そしてコノハに出る敵に忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたがウチハ・マダラだというのか。さあどうだろう。里の様子が気になるようだな。しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。ここだ。これは契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。どうやら四代目火影の名は伊達ではない。お前を倒し里を守る、それが俺の役目だ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれキュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど今